百州武道具店の動画。宇賀店長小話。宇賀店長が幼稚園の頃、クラスでお遊戯会がありました。出し物はタヌキのダンス。先生がみんなに言いました。皆さんいいですか、明日のお遊戯会は皆さんにタヌキさんになってもらいます。お家の人に言って家にある靴下に綿を詰めてそれぞれ尻尾を作ってきてください。そしてお遊戯会当日、 A 君の尻尾はお父さんの靴下、かっこいい尻尾です。 B ちゃんの尻尾はお母さんの靴下、カラフル尻尾です。宇賀店長の尻尾はお母さんの黒ストッキング。クラスで一人だけバカでかい尻尾の化け物タヌキになりました。こんにちは、百州武道具店の宇賀です。やってますか。おー、今月号の剣道日本2022年の9月号ですけれども、その中で、特集として一人稽古の記事が書かれてました。藩士八段の先生方、教師八段の先生方、もう剣道のね、もう本当神様みたいな、本当すごい、先生方の一人稽古の話があります。めちゃくちゃやる気出ると思います。え、そんなにやってんのって思うと思います。ぜひよかったら聞いてください。まず一人目の先生はですね、大阪の奥園国吉先生、こちらの先生当時68歳、今はもう亡くなられてます。藩士八段の先生です。奥園先生は九段を取得されて、一回、返上されたというこういう先生ですね。こういったねすごい先生の、ね、どういった一人稽古されてたかというと、現役時代に一回すっごい壁にぶち当たったそうなんです。その時に、先生から奥園君と一回軽い霧の木刀を重たい木刀と同じように使えるように素振りの練習してみたらどうだいってこうね指導されたそうなんです。その時奥園先生は、もうバリバリこう若い頃ですから、その教えを一回聞いてみて、素振り振ってみたんだけど、軽い木刀で振ってみたんだけど、ちょっと意味わからんと。でその先生の言うことをやっぱりそこでもうこう無視しちゃって、逆に重たい木刀でやってやるんだって言って1キロぐらいあるこう市内でねこう素振りを振ったそうなんです。半年間、朝晩150回、そしたらやっぱりねパワーもついてすごく試合でも調子良かったそうなんです。ただなんですよ、そこからもう現役が終わろうとした頃に左の鎖骨がもうちょっと変形して、もう痛い痛いになっちゃって、重たい竹刀でこの素振りをするっていうのができなくなったそうなんですよね。その時ふと思い出したのがその時の先生で、軽い霧の木刀を振ってみたらどうだいって言ってくれたそうなんです。でそこで軽い霧の木刀を引っ張り出して振ってみたら、その先生の言ってることが実はそのパワーをつけろっていうことじゃなくて、その軽い霧の木刀で手の内を身につけろっていうこと、その手の内の教えだったことに気づかれたそうなんですよね。そこから一人稽古で霧の木刀を週に何度か振るようになられたということなんです。二人目の先生は三重県の川口正人先生、この取材の当時53歳、教師八段の先生です。川口先生は自宅の庭に自分の身長ぐらいある杭をガンガンガンって打ち込んで、そこに、まあ、このフルタイヤね、タイヤを乗っけて、これに打ち込みをやってたそうなんです。ただそれも普通はまあ市内とかね、木刀とかこうイメージするんだけど、じゃなくて、このクワってあるじゃない、あの田んぼ耕す、こうやって耕すクワ、このクワのこの棒のところ、この柄のところでこうガンガンやってたそうなんです。川口先生曰く、そのクワの柄ってちょっと竹刀より短くてちょっと軽いそうで、もう最大限のパワーで打ち込むことができるんですって書いてました。すんごいですよね。また、川口先生は学校の先生だったので、ランニング4キロ生徒さんたちと一緒に行ったり、校舎の1階から4階まで1段飛ばし2段飛ばしてガーって全速で駆け上がったりとか、あ、また河川敷でね、生徒さんたちと一緒に足トレやったりとかされてたそうです。3人目の先生は秋田県の加藤正治先生、取材の当時71歳、藩士八段の先生ですけれども、加藤先生はよく今でも覚えていることがあって、それは少年時代、子供の時にね、玄関前で、お家の玄関前で1日かけて素振りを1万本やりきったことなんだそうです。そしてその1万本振り切る頃には除夜の鐘が鳴ってた、それをよく今でも覚えてるってこう書かれてました。今も亡くなられてる先生ですけどもね、若い頃っていうのはもう上半身裸になってこの素振りを振ってたんですけども、最初1日1000本振ってた素振りは2000本振れるようになり、3000本振れるようになり、もうとにかく霧
力と体力の限界に素振りで挑戦したって言ってました。4人目の先生は広島県の熊本忠先生、取材の当時56歳、教師8段の先生ですけども、熊本先生が行ってた一人稽古はもう僕ちょっとすごく興味深いんですけども、普段歩く時に剣道を意識して下っ腹に力を入れて、こうガニ股、種目足にならないように正しく歩くっていうことをされてたそうなんです。そして次がね、面白いと思ったんですけども、熊本先生は物を持つとき必ず左手で持ってたらしいんです。左手で持つ、カバン持つ、何持つ、全部左手。左手鍛えるために。そして電車に乗って吊り革持つときも左手。左手鍛えます。常に左手鍛えます。これが一人稽古だとおっしゃってます。稽古のない日っていうのは、防具の手入れや竹刀の手入れ、そして剣道の本を読んだりと、毎日毎日剣道とつながっておく。5人目の先生は東京の古城明先生、この取材の当時72歳、阪神8段の先生、もう今亡くなられてますけども、その60歳から72歳までの現在までの10年間っていうのは、障害剣道のために朝6時半からワンちゃん連れて1時間の散歩に行きます。そしてそのワンちゃんそのまま河川敷へ行って、まあ、どっか繋いでんでしょうね、そのまま腕立て30回、そして柔軟体操河川敷でやって、跳躍ジャンプ50回やって、またワンちゃん拾って3キロ今度は早足で帰ってくる。でそのままお家に着いたらワンちゃんまた犬小屋に入れてお家で腹筋30回。ここまでが72歳の、古城先生の一人稽古だそうです。6人目の先生行く前にここまで聞いてどうですか？やっぱりね、そういうね、すごい先生、八田の先生、阪神の先生っていうのはもうめちゃくちゃやってんすね。もちろん今お話しした以外にももちろんやってんすよ。そして普段の稽古もやってんですよ。普段の稽古やってそれ以外に上手になるためにやるのが一人稽古なんで、だからもうトータルでもうめちゃくちゃやってんすね。じゃあ6人目の先生行きます。6人目の先生は山口県の古田豊先生、取材の当時60歳、教師八田の先生です。古田先生はね、ランニング5キロ毎朝やってたんですけども、ちょっと面白いところ一つあっていまして、剣道っていうのは瞬発力の勝負が大きいっていうんで、ランニングの最後下り坂を入れてて、その最後の下り坂を全力疾走でブワーってこう走るそうなんです。そこで瞬発力を鍛えてた、そういうランニングの仕方、一人稽古書かれてました。そして、タイヤ打ちもされてたそうなんですけども、ただこうやって、タイヤ打ちするんじゃなくて、もう一個別のタイヤを足元に転がして、足元に転がしてその上に立って、足をこう組み替えながら、足腰を鍛えるタイヤ打ちをやってたっていう出ました。7人目の先生は宮城県の堀米慶三先生、取材の当時73歳、阪神9段の先生です。一人でやる日本剣道型をやるんですけども、そこにとちょっと特徴があって、剣道型1本目2本目3本目とか それぞれを一息、息継ぎなしで行ってたそうなんです。途中で息継いじゃったらもう一回やり直し。8番目の先生は、岐阜県の堀井茂吉先生、取材の当時74歳、阪神8段の先生です。堀井先生が一人稽古を素振りに目覚めたのは中学3年生の時、3年生の時に5時起きして、その朝の時間で、早起きした時間で朝の学校の予習を1時間プラス素振りを200本、これをセットでやり始めたそうなんですね。そして学校までは自転車通学だったので足腰とか鍛えられないからね。そして1年後どうなったか、その朝の時間での1時間の素振りとこの200本の素振り、この200本がこれが300本になって500本になって1000本に増えて、とうとう最終的に2000本を朝の35分の時間で触れるようになったそうなんです。だから5時に起きて1時間の学校の予習と35分で2000本振って中学校に行くと、こういう生活をしてたそうなんですよね。そして、先生今でも覚えてます、16歳の夏休み、市内に 4.5 キロの金具重りをつけて、朝の8時から午後の3時までぶっ投資で素振り1万本振ったそうです。そしたら見事に肩と腕に痙攣を起こして2週間痛みが続いたそうです。
9番目の先生は茨城県の大根一郎先生、取材の当時86歳半紙八段の先生です。大根先生はですね、お布団の中上寝っ転がって寝床で、素振りをしてるって言ってました。これが一人稽古だって言ってました。これどういうことかというと、立って素振りする分には重力があるので素振りしやすいらしいんですけど、寝転んでやるとなんか感覚が違うらしいんですよね。で最後10番目の先生は福岡県の松原幸義先生、取材の当時71歳半紙八段の先生ですけども、松原先生はですね、心臓病で倒れて、さらに脳梗塞やっちゃって、左半分、特にこれ 握力なんかゼロになったそうなんです。ゼロキログラムです。何も持てない。で左半分が全然動かない状態で、大豆ですよ、豆を親指と人差し指でつまむ、これが一人稽古でした。そこから2年かけてようやく左手が上がるようになって、竹刀が振れるようになりました。今ではベランダの置いてあるタイヤを左片手上段から100本打ち下ろして握力をつけると。いかがでしたでしょうか。もう本当ね、こんな話聞くと、もう自分はもうまだまだ全然努力足りないなと。ちょっとね、コロナで稽古できないからってすぐお布団の中入ってネットフリックス見てる、これじゃもうかっこ悪いですね。今すぐスマホ置いて、しない僕と持って一緒に1本でも振りませんか。今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。